皆さんこんにちは、マキオです。実は昨日まで私日本に一時帰国していました。全部で3週間ぐらいとかなり長めにいまして、私は今台湾に住んでいるのでそんなに日本のもの恋しくなったりとかはないんです。台湾って本当に日本のものに溢れていて、ないお店がない、見つからないものがないっていうぐらい日本のものは手に入るんです。まあ、ただやっぱり日本よりも金額が高いのでなかなか簡単にはね毎日のように使うってことはできないんですけれども、今回なんと私が帰った期間が歴史的な日本円安という期間になりまして、私的にはね本当に万々歳っていう感じ。まあもちろん日本人的には複雑なところではありますが、まあそんなこんなでいつもはそんなに私は爆買いってほどは買わないんですけれども、やっぱ今は安さというところで、これ台湾で同じもの買うなら高いからと思ってすんごいたくさん爆買いしてしまいましたので、今日はちょっと何を買ったのかをシェアしていきたいと思います。エッケズミーマキオではこんな感じで私の日頃の生活などをシェアしています。まだチャンネル登録されていらっしゃらない方はチャンネル登録をお願いします。まずどっから行こう。無印良品に行きました。非常用トイレセットということで、皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、4月の頭に台湾では結構大きめな地震がありました。花蓮という場所が震源地になっておりまして、私が住んでいる台北は ほぼ影響はなく、まあ、最初の初日の地震は結構揺れたんですけれども、ご心配のお声もね多数いただいているんですが、台北は全く問題なく過ごしております。でちょっとまあそれもあったりしたので、もうちょっと防災用品を充実しなくてはいけないなというふうに思いました。以前からお水と食品とかだけはあったんですけれども、もしお水が止まった時、そういえばトイレと思いまして、はい、無印良品でこれがですね、給水シート15枚、お物袋5枚、自宅の便座に取り付けて使用しますというものになっておりまして、はい、2つ購入してきました。こういうのが簡単に手に入るのが防災国日本、素晴らしいですね。あと防災グッズで言えば、あと気になったのが折りたたみヘルメットっていうのがね無印にも売っていて、見本もあったので自分でやってみたりしたんですけれども、ですごく悩んでちょっと今回は場所も取るので持って帰ってこれませんでしたが、ちょっと次回はあれも気になるなと思います。あと防災グッズで言えばちょっと関係ないんですけれども、よく日本では5年とか6年持つ保存水といって防災用のお水がありますよね。で私それを台湾で用意しようと思ったんですけれども、なんと台湾には売ってないようなんです。ネットで検索しても出てこなくて、台湾人の知り合いに聞いてもそんなの聞いたことないというふうに言われてしまったので、しょうがなく普通のお水をね買って置いてあるんですけれども、なんかああいうのも日本ならではのものなんだなというふうに思いました。では無印続きでスープ、なんか小腹が空いた時とかに良さそうなオクラ入りネバネバ野菜のスープ、5種野菜のミネストローネ、なめこの赤だしのスープを買いました。あとはこれも美味しそうだなと思ったマンゴーラッシーと普通のラッシー、水で溶かす、あと牛乳を注いで混ぜるだけという簡単なものらしくて、これね台湾見たことない気がするので、はい、買いました。もう開けちゃってるんですけれども、消臭機能付き繰り返し使える除湿剤ということで、衣装ケースとか靴に入れるものなんですね。こんな感じのが10個入ってました。もう夫の靴が臭すぎるので帰ってきてすぐ入れてしまったので開けてしまいましたが、はあ、もっと本当は買ってきてもよかったぐらい、これ軽いのでねすごくいいと思いますね。しかも繰り返し使えるっていうのがすごいいいと思う。こちらは結構ね有名かも、ケーブル収納の、もうすでに何個だろう、結構持ってるんですけれども追加で、あとこれミシン目入りの、結束テープということで、ケーブルをまとめるものですね。これも軽いのでお手軽です。無印はこんなもんかな。じゃあ他の食品に行きたいと思います。マルちゃん製麺、まあ、これもね簡単に台湾では手に入ります。冷やし中華もね食べたいなと思ったので、夫用の辛麺、栗ご飯の素、明太子ペーストとたらこペースト、もうよく使うものですけど、ふりかけと梅のど飴とちょっとしたグミ、あとこれ美味しそう、バター醤油うどんの素って言って、お昼に簡単に作れそうだし、これ超軽いので3袋、あとこの粒あんペーストは台湾でも買ったことがあるんですけれども、最近いちご大福がめちゃめちゃ流行ってるんです台湾。
台湾とか日本も流行ってるのかな。でもいちご大福を買うのすんごい高くて、かといって作るのは作れるんですけど、あんこを作るとすごい大量にできて、そのあんこどうしようってなってしまうんです。でもこれがあると簡単にいちご大福ができて、お餅の部分はもち粉でね、その必要な分だけやって、いちごは買ってきて、これでくるめばあんこは無駄にしないということで、いちご大福好きにはこれは最高な品だと思いますので。あとね、こんなのも見つけてしまった。ずんだ餅の素、美味しそう。乾燥ひじき。次にカルディに行きたいと思います。昔日本ではそんなに店舗がなかった気がするんですが、なんか今すごい店舗があって、魅力的なものが多いですね。はい、まず塩レモンソーダということで、夫がソーダが好きなので、水で入れればソーダ水ができるという画期的なもの。飲み物系でアップルトロピカルジャスミンティーという美味しそうなものとか、アールグレイレモンティーとか、一応台湾にもカルディの店舗去年できてあるんです。でも売ってんのかな、ちょっとそこまでわからないんですが、いかんせん絶対高いと思うのでね、買ってきました。これも美味しそう。クリーム塩レモンパスタソース。チキン南蛮タレセット。チキン南蛮結構好きなんですけど、作るのね大変なんですよね。でもこれがあれば簡単ですね。メロンパンの、これカルディで買いましたが、結構話題になったらしいですね。塗って焼いたらメロンパンということで、すごく楽しみ。カレーパンもあったんですけれども、今回メロンパンを購入しました。あと、この辺紹介し忘れてた。これはスーパーで焼き海苔と、これふりかけ的な韓国海苔。MCT オイルって聞いたことありますか？なんか本当かそか、体脂肪やウエストサイズを減らす機能性表示食品となっておりまして、台湾にもねあるはあるんですけど、めちゃくちゃ高くてちょっと手が届かない値段なので買ってきました。これをねサラダとかにちょっとかけてね食べてみたいと思います。続いて食品関連、これもはい、お蕎麦用の買ってきました。台湾でも一応手には入りますが、値段的にちゃんとしたものはと思って東急ハンズで買いました。考えてみればそうでもない量ですね。なんかもっと食品買う人は買えますよね。続いて美容部門ですが、まず日焼け止めクリームもまあ大量に、もちろんね同じもの台湾に売ってますが買いました。あと私は結構マスクパックが好きで、どんなに安いものでもいいから毎日マスクパックをするといいっていう誰かが言ってたので、それを絶対やろうと思ってドン・キホーテで大量買いしてきました。もう結構これ液体なのでね重いんですよ。結構重量取るんですけど、まあ安いから1袋で40シート入ってるので半年ぐらいは余裕って感じです。あと入浴剤も好きなんですけど、台湾も結構高いんですよね。こう袋になってるタイプはやっぱりね重くて、なんでちょっとこの手の自分ですくって入れるっていうやつにしてみました。もうこれも重い重い。そして美容関連最大のヤーマン美顔器、使ってないので未開封ですが、もうほんと高くて絶対普段なら買わないんですけど、円安というマジックに取りつかれて買ってしまった一品。これはぜひ使用感とかまた別な動画で作ってやらないと、ちょっともうあまりの高い値段に割に合わないと思うので、使用感をレビューしたいと思います。ビッグカメラで買いましたよ。プレゼントですって言ってね、丁寧にマッサージクリームもいただきました。あとは、まあ、大したものではありませんが、靴をね2足ほどサンダルを買いました。やっぱり日本人の足に合う靴って日本の方がいいし、台湾だと高いのでね、2足で1万円でした。これも重いんだけど、このなんかパソコンの下に入れて正しい姿勢でこういう感じでね使えるっていうものですね。でこれも結構アルミだから重いんですけれども、色違い、夫と私の分ということで2つ買いました。重いですこれも。あとは本はキリがないのであんまり買わないようにはしているんですが、もう Kindle でねこと済むので、台湾の図書館に日本の本全部入ってるので全然困らないっちゃ困らないんですが、この東野圭吾の本大好きなんです。で東野圭吾って電子書籍にならないって有名なんですね。でこれ最新作なので、多分まあ台湾の図書館にまだ来てないだろうということで、この白鳥とコウモリ上下巻買ってみましたので読んでみたいと思います。あと本、これ台北で前ちょっと知り合いになった達也さんというね、インスタグラムとかやっていらっしゃるインフルエンサーの方が作った本なんですけれども、台湾の名店137っていうことで、私ね台湾の食
のお店はねかなり詳しい方を自負しているんですが、それでもなかなか知らないところも新しいお店が多いですけれどもが載ってたりしたので、ちょっとこれ一軒ずつ行ってみたいなと思って買ってきました。今日本の本屋さんにまだ平積みになってると思うので、気になる方チェックしてみてください。洋服部門はちょっと紹介はいちいちしないんですけれども、鉄板ユニクロで消耗品を大量に買いました。いくつかのお店で洋服を買ったんですけれども、一つ思ったのが、日本ってすごいロングスカートがめっちゃ流行ってるみたいで、どこもロングスカートばっかりで、ロングスカートって言っても本当足首までのロングスカートなんですよ。でも台湾でそのロングスカートなかなか履かなくって、まず暑いっていうのと、スコールとかが多いから、その雨でもう下がびしょびしょになる。それから来たことある人はご存知だと思うんですけれども、台湾って U バイクっていう自転車があって、30分間今無料でね乗れるんです。でもう1駅2駅だったら電車乗るよりも U バイク乗った方が早いので、すごいみんな庶民の足として使ってるもので、私もよく乗るんですけれども、ロングスカートでね自転車漕ぐのなかなかきついんですよね。絡まってしまったりして危ないので、なんであんまロングスカートは履かないんです。でもロングスカートばっかり売ってて、この膝丈ちょっと下ぐらいのやつが欲しいんですけれども、少ないなっていうのが日本の最近のファッション事情の特徴かなと思いました。まあなので私あとショートパンツですね、台湾では大活躍、もうこっからどんどん暑くなるのでショートパンツを何着か買いました。もうこれは買ったものではないんですけども、ぜひシェアしたいものがあります。唐突なんですけれども、私俳優の鈴木亮平さんがすごく好きで、大好きなんですけれども、その方がネットフリックスの映画シティハンターを今やられていらっしゃいます。実は試写会があって、試写会の日がたまたま、私も日本に滞在している上に予定もない日だったので、まあ当たらないだろうなと思って応募してみたら、まさかの当選ということで試写会に行ってきました。でネットフリックス主催の試写会なので結構豪華で、新宿の本当にゴジラとかがある歌舞伎町のところでブルーカーペットのイベントがあって、その後に映画館で試写会で、その時に鈴木亮平さんはじめとする出演者の方が登壇して、私もね生で見ることができました。そしてネットフリックスからはすごい大きなポップコーンとドリンクをね一人一個ずつもらうことができて、そしてこれがね粗品ですね、開けてみようか。イエーイ、これがシティハンターのステッカーがもらいました。レアものかな。あとは配信記念ということで、サイバーリョウっていうのがシティハンターの主人公なんですけれども、それのなんか記念のタオルと、これはミッションをクリアした人だけがもらえるパズル、でもそのミッションそんな難しくないので大部分がもらえるんですけれども、パズルをもらいました。私シティハンターは全く何のことだか知らないんで見てるんですけれども、アニメがオリジナルで実写化されたというものですが、シティハンター面白いのでネットフリックスで見れます。ぜひ見てください。何の宣伝？以上が買ったものなんですが、どうでしょうか、多い少ない？多分もっと買ってる人いっぱいいると思うんです。大きいトランク1個とちょっと小さめのトランク1個という感じで帰ってきてるので、まあそこまでなんですけど、もう1箱あればね結構買えたかなっていう気はするんですが、はい、以上が私が買ったものになります。日本でしか買えないからおすすめなものとかありましたらぜひ教えてください。エクズミマキオではこんな感じで私の日頃の生活をシェアしています。まだチャンネル登録されていらっしゃらない方はチャンネル登録をお願いします。でまた私マキオと夫ショーによる湯飲みポッドキャストという音声番組をやっています。概要欄にリンクがありますのでチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。